ラナ型2019年11月22日エクストラ機体のイージスガンダムが解禁ですね。これで前期の GAT シリーズは全員プレイアブル化されたのかな。めでたい。でっかい頭の多目的センサーは指揮官機の証、かっこいいですね。さて今作のイージス君はというと、サブ射撃にアシストのブリッツを携えて、さらにいろいろとねコマンドがバーサスの時よりも変化してて、まあ、あのバーサスのやつは俺別に持ってない、ウィキをねチラッと見ただけだからそんなに触れはしないんだけども、まあ、みんなが一番気になってるであろうコマンド、モビルアーマー形態になって鉄器をつかむ攻撃は今まではね特殊格闘だったけども前格闘にお引っ越しとなりました。なるほど。でそこから自爆は特殊派生ですね。前格闘特殊射撃派生で自爆します。まあ用法用量しっかり守って使ってくださいね。まあいつも通りね取ってきて使ってきたわけなんですけども、印象としてはね2000コスト版のウィングガンダムゼロかっこテレビ版って感じがしますね。かなり変形ムーブを使って動く機体なんじゃないかなって。まあそれでいてちゃんと変形メインを狙ったりするみたいな、まあ、特殊格闘のね急速変形とあと急速変形解除が誘導切ってるので、まあ、そこら辺は完全にウィングガンダムゼロですよね。まあ元々使ってたので、まあ、そこら辺をいろいろとね工夫しつつ昔取ったなんとやらでいろいろとイージスガチャガチャ動かしてきましたので、そのまま対戦の方に行きましょう。ハイニューが覚醒したので変形の誘導切りムーブでなんとか格闘差し込むがカウンターファンネルに追い返されてしまった。特殊格闘のね急速変形で気をつけてほしいことがありまして、前か後ろにしか行けないんですよね。だから右特格左特格ってやっても、まあ、多少はそっちの方向には行くけども、まあ前向いて変形をしてしまうのでそこは注意ですね。さて相方がトールギスをやってくれてるので、いやハイニューかやってくれてるので、こちらはザクアメージングに覚醒技、イーグルシュテルン打ってからビームサーベルメッタ蹴り、最後は捕獲してスキュラで締めですね。かっこいい。そこからハイニューガンダムにダメージを与えようと欲張るが、それは叶わず変形で誘導切りするも、最後はバズーカにやられてしまったが、しっかりブースト使わせてたので相方が取ってくれましたね。ありがとうございます。お次2戦目、お相手ウィングガンダムゼロエンドレスワルツ版とパーフェクトストライクですね。まあ、開幕は射撃チャージね、こいつの射撃チャージちょっと面白くて、今みたいに変形してスキュラー単発の方を撃つんですよね。まあ、これで相手の進行方向を塞ぐように撃って、まあ、いわゆる引っ掛け武装みたいな使い方しても面白そうですね。さてなんとか変形ムーブを駆使してダメージをもらわないで、ここは相方がブーストを使わせてくれてたので単発のスキュラーで取って間合いを取ってパーフェクトストライクとの対峙をしていく。ギリギリ避けられてしまったか、いいところ打ったと思ったが、まあこのね後ろ特格で戦線離脱して、でさらに後ろ特格で急速変形解除して、まあ、本当にウィングガンダムゼロテレビ版なんですけども、そのムーブがやっぱ抵抗だと光りますね。あちょっとやべえなと思ったら特格で逃げるみたいな、まあ、特格のねいちいち急速変形解除しなくても、まあ、急速変形した時点でまあその誘導切りはかかっているので、それだけ使うってのも手ですね。ウィングガンダムゼロがこちらに迫ってくるので、特に甘えず横格闘から特殊格闘派生出し蹴りですね。めちゃくちゃかっこいい。脚部のビームサーベルを使っためった切り格闘、いや本当にねかっこいい。これはマジでバーサスの頃から思ってたね。でダメージも高いし、まあちゃんといろいろねしっかりコンボ選ば280ダメージとか叩き出せたので、まあ余裕があるならしっかり格闘特化化成やっておきたいですね。相方がいろいろ活躍してくれてダメージレスがかなり進んだ感じですね。ここで相方が落ちて最後の置き土産のトーラスがあまりにもありがたい。あ前格闘のね追従中、まあ一応変形で変形解除か特化で解除できるので、まあそこら辺も覚えた方がいいでしょう。覚醒をしてウィングガンダムゼロを落として、相方がさらに追いで覚醒してくれて、ここはブリッツを消しかけてスキューラーで締める。アシストのねブリッツ N とね横があるんだけど、どっちも強い。しっかり使っていきたい。マジで特にねレバー入れの格闘ね仕掛ける方のアシストのブリッツだけどね、いや なんかがっつり強いよ。えそこ取るんだってところ取ってくれるから非常に頼れますね。さて相方が追われてるので、ここはちょっと助けに行ってあげたいか。
しかし S 角のウィングガンダムゼロだからね、ほぼ無限に飛翔があるってことをすっかり忘れてました。なんとか最後は勝者のスクラで取るものの、アグニに追い返されてしまった。しかし上空で相方がメガキャノンを当ててくれて終了ですね。ありがてえ。3戦目、お次のお相手はバンシーノルンとライトニングガンダムフルバーニアン。まあ、とりあえずイージス、まあ、序盤に限らずだけども、射撃シエス、そして変形メインとね、まあ、頑張って単発のスクラをどれくらい当てれるかみたいなところありますよね。まあ、これがまあ中距離で唯一強いって感じかな。まあ、しっかり当てていきたいですね。いいコース行ったと思ったが、そんなことはなかった。さて、ブリッツさらに消しかけて、捕獲して、後ろ射撃派生ですね、これは。バーサス準拠だったら、普通の射撃派生とダメージは同じだったと思うんですけども、まあ、ご覧の通りね、かなり高く打ち上げるので、まあ、敵をはぶれていいですね。さて、これが N アシストのブリッツですね。ビームを2発撃ってからランサーダート1本持って相手に突撃していく。アサラン下がっての再現でしょうね。まあこれも普通に強い。当たったらまあ前特角で変形してスキュラーを当ててあげたいですね。おっと、相方がバンシードルにやられてしまって、射撃シエス下手くそゆえ、こちらもアームドアーマー DE に持ち上げられてビームマグナムの接射、いいダメージ食らってしまった。しかし射撃シエススキュラーがいい誘導してくれた。倒してしっかり後ろ特殊格闘も使って安全圏内に居座るが、ライトニングガンダムフルバーニアンがいい覚醒。さてこちらは覚醒が溜まっているのでしっかり使っていきたいですね。マグナム一発食らってしまったが、さてブーストを使ったバンシードルーンスキューラで倒していって、ライトニング少しだけ足止めをしたいですね。横格闘振って、横格闘ね地味に強いんですよこれ。さて掴んでから後ろ射撃派生、これね打つ前にキャンセルしてしまったんですが、まあいいか、ちょっと温めるだけでボン自爆ですね。まあ、かなりダメージ与えられたが、最後に倒してくれたのは相方。いやーまあかなりね相方フィニッシュが多いんですけども、この機体はねあんま自分で戦況を動かしていくって力が、まあ、他のいわゆる上位の2戦よりは少し劣るんじゃないかなって思ったりしますね。さあラストの対戦ですね。お相手トールギス3とナラティブガンダム、そして相方変わりましてストライクフリーダムガンダムですね。アスランまだイージス乗ってたんだ。開幕ナラティブのインコムに刺さってしまうが、しなやすしなやす気を取り直していきましょう。さて射撃チャージを当ててなんとかダメージをまくっていく。まずインコムをしっかり避けてからブリッツを消しかけつつ、こう見ていくとね後ろ格闘の縦投げ俺あんまり使ってないですね。ちょっと頭になかったんですけども、今作のね縦投げなんかちょっと弾速かな、それか誘導がいいのかな、結構優秀な武装でさらにね前方の射撃をある程度防いでくれるので、もっと使っていきたかったですね。さてナラティブが NTD を発動したのでさすがに近寄りたくない。まあ隙あらばスキラーを狙っていきたいが、ここは相方のスーパードラグーンが刺さってトールギスが減ってきた。ナラティブのファンデルがあまりにも怖すぎる。まあ、ちょっと警戒しつつ NTD の終了を待ちたいですね。 NTD が終わって B 装備になったので冷たいがどうなる、しっかりスキュラーを当てていって、まあ、後半になるにつれてねスキュラーの精度が上がってきて良き良きですね。さて捕まえて上にスキュラーを発射してハブって相方に合流していきたい。急速変形でしっかり相手に近づいていくが、おお相方がやってくれましたね、ありがたい。まあ、こちらのシールド投擲も少しだけお邪魔をしてという感じで、ナラティブが C 装備になってさらにサイコフレームバリアを横角で1回蹴ってからカットされてしまった。体力がねちょっと心もとない感じがするのでしっかり逃げていきたい。変形ムーブで敵から距離を離すが、相方の誤射でかなり安めで済みましたね。覚醒も溜まったので早めに相方に覚醒を吐いてもらって、こちらはいつでも L 角を吐ける状態ですね。さてビームライフルの追撃が叶わなかったので覚醒をして即逃げていきたい。後ろ特角で一度距離を離してから、マジでこの一回距離を離せるのってね素晴らしい。マジで抵抗でやっていくとねしみじみ思いますね。ここはいろいろとミスってしまってトールギスに許してしまった攻撃。ナラティブビームライフルで迎撃して、あいやすっげー関係ないんだけどさ、イージスのビームライフルってめちゃくちゃかっこよくね、すごい好み。さてナラティブにこちらがニコルを消しかけていいですね。すごいねアシスト使いやすい、めちゃめちゃ使いやすい、素晴らしい。さてトールギス相方と一緒に協力して最後は勝者のスキュラで終了ですね。
さてさて、以上が新規エクストラ機体のイージスガンダムですね。まあ俺は面白かったよ、すごい。やっぱテレビ版のね、ウィングゼロ使ってたから、まあそれの技術をダイレクトに活かせて非常に満足でした。まあキャラランク的な話をするとね、どうだろう、まあ手放しでめちゃくちゃ強いとは言われないけども、この変形ムーブがね、さらに開発される可能性というのもあるから、まあそこら辺に期待ですね。それではここら辺で本日は終了にいたしましょう。ご視聴お疲れ様でした。次回の永田にもご期待ください。